校内研修プログラム開発実践部門より、ベテラン教員の資質向上、茨城県教育研修センター、東俊明様、よろしくお願いします。茨城県教育研修センターの東俊明です。よろしくお願いします。こちらは平成三十年度の茨城県の年齢別、講師別の教員数です。グラフから、 学校の中核を担う40代の教員が少ないことがわかりますまた今後大量退職に伴う若手の採用の増加が考えられますこれらの状況から40代をサポートするための研修が必要になっています平成28年度11月の教育公務員特例法の改正後茨城県ではこちらのスライドのように各ステージに応じた 教員の育成仕様を策定し、教員の研修の内容を設定し直しました。この指標に基づき、平成30年度から第4期のベテラン教員研修を新設しました。定年退職から逆算して15年の時間がある満45歳の教員を対象としました。ベテラン教員研修の目標は 学校運営に参画し若手中堅教員の指導助言ができることです目標を達成するために集合研修校内研修研修評価の3つのステップで研修を実施しました1つ目のステップは本研修センターで2日間実施する集合研修ですこの研修の目的は受講者が校内研修の具体的な進め方を理解することです 中核教員としての自覚を促し、新学習指導要領の実施に向けた学習指導、カリキュラムマネジメントの推進について学びました。写真はカリキュラムマネジメントの推進についての講義の様子です。付箋を活用した実践例を示していただきました。第2日は教員の不祥事が起きている現状を踏まえ、 教職員の信用失墜行為の事例、教職員の生活設計、学校の危機管理について学びました。写真は教職員の生活設計の講義の様子です。障害賃金のシミュレーションを通して、信用失墜行為が本人や家族に及ぼす影響を自分のことと理解し、コンプライアンス意識の向上を図りました。 二つ目のステップは校内研修です集合研修でインプットしたことを受講者が校内研修を通してアウトプットする機会を設けることで教員の資質向上を図りました合わせて校内研修を通じて学校が組織として活性化することも期待しました研修の企画運営では 校内研修に取り組む視点を意識するように伝えましたまた校内研修を効果的に進めるためにニッツの動画校内研修シリーズも紹介いたしました写真はベテラン教員研修を受けた教員が校内研修のリーダーとなりニッツの動画を活用したりグループ協議を行ったりして研修を進めている様子です三つ目のステップは研修評価です 校内研修後に受講者が研修内容とその成果と課題について報告書にまとめ振り返り次年度に向けた計画を立てられるようにしました他校でも取り組める汎用性の高い校内研修支援をホームページで発信し広く普及できるようにしました受講者からの感想です手書きの文字から研修を通して 学校の中核となる自覚と使命感を持つことができるようになったと考えられますアピールポイントは3つあります1つ目は満45歳を受講対象とした失会研修としたことですなお10年経験者研修を終えてないものを除外しました研修を通して学校組織での自分の役割を自覚しこれからの 15年の教員人生を考える機会となることを目指しました。2つ目は人生設計から絡めたコンプライアンス意識の向上です。3つ目は汎用性の高い校内研修をホームページで発信し広く普及させたことです。今後の校内研修の企画の際に参考にして実効化していただければと考えております。以上で発表を終わりりまます。ごご聴ありがとうございました。